TPP を慎重に考える会は日本の超党派の議員連盟。2011年11月5日、TPP 交渉参加に反対する街頭演説会にて演説する TPP を慎重に考える会会長の山田雅彦。TPP を慎重に考える会は艦隊併用パートナーシップ協定に対して慎重な姿勢を取る国会議員により結成された議員連盟である。 TPP を慎重に考える会では、艦隊併用パートナーシップ協定の問題点として、農林水産物の重要品目の関税撤廃、残留農薬、食品添加物、遺伝子組み換え食品に対する規制の変更、政府調達の基準額引き下げ、医療保険制度の変更、外国人入国の拡大、投資家大国家の紛争処理手続きの導入、環境問題、 知的財産権制度の変更、公営企業に及ぼす影響、といった項目を列挙し、継承を鳴らしている。2011年11月5日、TPP 交渉参加に反対するデモ行進にて、TPP 交渉参加反対バッジを着用した、川内博士艦隊併用パートナーシップ協定に、慎重な姿勢を取る、民主党、社会民主党、国民新党、 新党日本など超党派の国会議員約180名が集まり、議員連盟として TPP を慎重に考える会を結成した。TPP を慎重に考える会の会長には、農林水産大臣などを歴任した衆議院議員の山田雅彦が就任した。また、幹事長には内閣官房副長官などを歴任した衆議院議員の松野来急が就任した。 2011年2月 TPP を慎重に考える会会長の山田雅彦は東京大学名誉教授の宇沢博文らと共に新たな国民運動団体 TPP を考える国民会議を発足させた。宇沢が代表世話人に就任し、山田は中央大学理事長の久野治と共に副代表世話人に就任した。2011年10月には 国会議員110名及び代理出席者100名を集め TPP を慎重に考える会の総決起集会を開催した。内閣総理大臣などを歴任した鳩山幸男衆議院副議長などを歴任した渡辺構造らベテランの国会議員も参加した。また2011年11月には TPP を考える国民会議が主催する 街頭演説会が開催され、約1000人近い聴衆が集まった。TPP を慎重に考える、会会長であり TPP を考える、国民会議副代表世話人を兼任する、山田雅彦を、はじめ TPP を慎重に考える会のメンバーらが多く、参加した。衆議院議員の原口和弘や、参議院議員の山田俊夫らが、街頭演説会に参加するとともに、衆 ありがとうございます。